ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか私が弁護士で俳優で、文豪の墨田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。弁護士の長谷川淳一です。そしてもう一方。弁護士の大谷俊夫です。はい、というわけで、カミソリ負け弁護士軍団から、ロイヤージュンと、ロイヤージュンこと。あの、AKA って書くでしょ。アズノーンアズ。どっちが先にえ,ー、えっと。 長谷川順一、え、あずのん、あず。ロイヤー順。って書いて。って言いかけました。まあ、キャンドル順由来ですから。ロイヤー順こと。長谷川順一って。そうですよね。で、いいですよね。あの、この間ね。私、あの。照井先生が。大阪弁護士会の副会長に。だから。令和。六年度。なられるということで。あの。 あの人が入ってる派閥、会派の雑誌あるでしょ、候補誌、あれからおめでとうっていう機構、そういう関係者が送る言葉みたいなのを頼まれまして、それで本名を言わんほうがええんかな、言わんほうがええのおかしいけど、どんどん特定されてるんで、副会長であることが来年の。本名を書いて 何々先生 AKA アズノンアズ香川照江先生っていうタイトルでやりましたわそういう文章を寄稿しましたそれとカミソリ負け弁護士軍団の切り込まない隊長ありがとうございます大谷さんでございます実は1か月ぶりなんですかねそうですね 最初がお二人、カミソり負け弁護士軍団による通常会やったんですが、ただ収録したのは昨年末、そうですよね、月日でしたもんね僕はちょっとこの、はまぐりごもアワード未遂みたいな感じになりまして、はまぐりごもアワードもう取るかと思わせときながら、審査委員長のロイヤーンの策略によって、長谷川淳一 a k a ロイヤーンの。 惜しかったですね惜しかった接戦でしょか十二月三十日でしょ早いなもう節分も終わりそうそうちょっとねえやんなりますねで昨年末その収録して久しぶりに三人でまあ忘年会と言いますかはい。ねこの番組のスポンサー京都の不動産さくらさんのはいねっ歯を市場からすま店はいはい で、まあ、中華を食べ。はい。はい。で、その後。結構ね、十二月三十日って、お店閉まってるなって話になって。で、あの、祇園の方まで移動して。昨年末。私が話していた。はい。サウナ仲間の中澤のおっさんの。中澤さんのおっさん。中澤さん。全員歌って。辰之助。辰之助。辰スケあの、やってるスナック辰スケまで移動してね。はい。おもろかったですよね。あの。 開けたら、思いっきり寝てましたね。辰之助、思いっきり寝てましたね。うわー、ぐわーって、たたまも寝てましたねなんかね、持たれてね、このカウンターのこもたれで、うわーって寝てて、はい。ええ感じの、ね、そうですよお父さんですよね。うん。僕が言うてた以上に、中澤さんでしょ。僕が、あの話の中で言うてた以上に。中澤オブ、中澤でしたい。 今はもうかかり湯警察今もいや僕らが行ってたその事務の大浴場ではかかり湯警察をそらえてたんですけど今もしてるんかなかかり湯警察ずっと見張って前もお話ししました通りそのねサウナのリーダー西堀さんっていうね散髪屋の人とまあね仲たがいを。 十何年前にして、そっからもうね、もう十,もう十何年どこじゃなくて、20年近く今経ってますんで、うんうん、今年の私の目標は、前も言った通り、うん、その二人の西堀さんと中澤さんの歴史的和解。和解。ということなはで。 なんとかねほんまにこの番組内でそのサイキック青年団を復活させた君ならば、はい、あの西堀さんと中澤さんも取り持てるんじゃなかろうかとそう,そうですよねしかもサイキックはあれ10年ぐらいでしたからね終わってから復活までが2009年にの3月に終わって、うんえー、だから2019年の夏に真、まあ、夏のサイキックミーティングを開催したわけですから。うんうん うん、その西堀さんとね中澤さんをもう,どうにほんまに20年近くあ、ねうん、そこをね、うん、なんとかこの番組で,そうです <laughs> ちょっと最初ついたて置いといてね。 見えないいよううにしととてパッて <laughs> 開けたらそれはちょっとお二人とも分かりにくいのにお二人どころか今このねラジオ聞いてる多くの人が、うん、もしかしたら車の中で聞いてたらまずお前らが誰やねんと思ってる状態で, <laughs> でその上「誰やねん」が重なりますから「誰やねん」が多すぎますねでもね本当にやっぱりああいうあのええ感じの。 あかんけど、そのバッキーさんの言う、あかんけどええ先輩っていうのが人生には必要ですな。うん、なるほどね。あの、お二人いらっしゃいますか、そういう。まあ、あかんけどええ先輩ってなかなかね、<laughs> 名前上げられないとかね。<laughs> そうそう。言われへんね。言えない。言ね。どっちもええー、けどあかんも言えへんしね。<laughs> ええけど、ええー、けどあかんわよ、おるな。<laughs> あ<ー>うん。ほいは、あの、<laughs> ねその社会からは、 ええ人とされてるけど、うん、実際あかんなって,、ね、っていうのも言えへんしね、うんうん、言えないな今思いっきり浮かんでるんですけどなかなかここで言う人いないのまそこは膨らまさ,ない、まあ、膨らまさずにでも本当にね。 素晴らしいなって思ったのが、はい、こ,のこの前ね、あのー、1月の末ぐらいかな、えー、とオール巨人一門の新年会がございまして「紅白歌合戦」でも、ね、巨人師匠がだから有吉さんにちょっと、うん、そのこと触れてはりましたよそうそうそう有吉さんが司会やったんで、はい、あの阪神・巨人で、はい、あの通天閣の近くで天で吉見さんが歌を歌う時に出てこられてて。はいはいうん で、あの、ちょうどね、坂田師匠が亡くなる時やったから、た最後ありがとうさんみたいなことを、教授とか言ってはって。 そそそううう新年会でその話にるじゃないですか必然的にそしたらその問題の堀のニ兄やんがいるわけですよ有吉さんに殴られたもはははいいいうこのラジオのリスナーも説明せんでもいいと思うんですけどいや多分あんまりほとんどあんまりというかほとんどいて分かんないうそですか有吉さんと同期入門、巨人賞に X テレビ亀岡さんとすけさんがやってたこっちの大阪の読売テレビでやってた X テレビの あ企画でオール巨人の弟子募集ということで堀之内兄さんって私と一緒に、まあ、巨人賞の付き人をしてた先輩と有吉さんはその企画で同時に入門してね<え>でも二人は住田君とよく似てるよねあのテレビの企画でそうですよねで有吉さんと堀之内さんは折り合いが悪くて、はい、でまあ,あ有吉さんが堀之内さんを殴って前歯を負ってでそれで謹慎させられてでその間にまあ 東京行って腐る岩石を結成したとか<ー>でもね、そこもね、はい、ちょっと不確かでではあるんですよちょっとね、あの時間、時系列を追っていうこと、なんか微妙なことをおっしゃってまだからなんかいろいろ違ったりするんですよ、その堀之の内兄さんの言うことと巨人賞の言うことがまた違ったりとか、うん、だからそ,そういうのはあるんですよ、やっぱもう25年前の話やから。うん それを言うと、巨人賞は、僕が司法試験目指したのも、うん、あの、俺としんちゃんが、隅田に司法試験やれって言うたからやっていう。嫌かんじ言わそこは、<laughs> さすがそこ違うんですよ。違うんです、まあ、僕の記憶ではね。はいまあ、僕が自分で決めました。そんなに。<laughs> うん。<laughs> それは違うんですけど、だからそう、まあまあそういうことがあって、そこからずっと一方的に、まあ、あの、堀之内さんはその後ね、漫才をやめて、うん、柔道征服し合って、今手広く、はい、あの、いろいろ、 自分の、ね、クリニックを経営なさってるんですけども、はいはい、ずっとライバルしててるっその、まあね、有吉さんが結婚されたときに、この番組に出ていただいたときには、かなりいい話でしたけどね。 その時も出てたっけ堀の爺さん自身が出てたか。出ていただいてた。出てましたね。うん。で、あの、ね、その有吉さんがトンネルズの番組で、ね、高いもん買わされるみたいな企画があれば、それを見てたら、翌日、その、高い時計を買わされたのかな ?100 万、百万以上したのかな次の日、人知れず同じ時計を買う。おか堀のノジンやな。人知れず、別に、あの、男、男になんとかに負けたわけでもなく。負けたわけでもなく、人知れず。 奥さんにしかも内緒で買ってたんですけどおーおーその次のなんか新年会の時に僕がその話を「巨人賞にチク」って押したら「うん、はっ!」て一番驚いてたのが奥さんやって「聞いてへんで」ってなったことがもう10年前ぐらいであったんですけど<ー>であの、まあ、その話になってね「紅白」の話になった時に。 でまあ堀之内さんはどういう思いで、はいまあ、堀之内さん自身も今はそうお仕事ですごい成功なさってるんですけど、はい、とはいえライバル視してるまあ、うんまあ、片やね「紅白」の司会紅白の司会ってもう芸能界のトップじゃないですか。はい をどういう風に見てたんかって思って、なんか司会性なわかんねえ、同じように。同じように。トケイも買ったときみたいに。そうか。でもそう面白かったのが、去年その巨人賞の隠れ家で柳田さんと一緒にいてね、昔の V T R でその V H S とかあのベータで残ってる何十年のいろいろあるんですよ、阪神巨人。昔のずっと見てたときに、その X テレビのその当該。お。 あ,あの、ビデオもあるんですよ。あの、二人が、応募してくるときですか応募してくるとき。はいはい、で、その時に、堀野兄さんが、なんかその、利益者なんか変えてきてるんでしょうね。うん、どんなふうになりたいみたいなね、変えてんだ。んで、巨人賞見ながら、うん、君は何や将来の夢、司会者って司会者ってどういうイメージで <laughs> だって、オール巨人の弟子募集は、漫才師じゃないですか。はい そこを有吉さんは漫才師って書いたのかなしかも「トミーズが好きです」って書いてて「それだったらマサの弟子いたいがな」みたいな巨人のが言ってはったんですよで今度は堀之内兄さんに「うん司会者?」って「あの僕司会したいんです」って言んやねんそれって突っ込んで見ながらね去年ね「司会したい18歳」ってでもその18歳の時に司会したかった堀之内兄さんからするとえごし言ってましたよ よ、そのトップオブトップの NHK の司会者がその同期入門っていうのはどうなんですかでしょだからね必然的にそういう話を流れになって「俺のうち兄さん大晦日か何してはったんですか?」とか「何のこと?」何のこと?」まず知らんっぽりでしたそんなわけないよねええ紅白」見てましたえ、紅白って何 そ「紅白」って何っていうのが「紅白歌合戦」を知らんっていうのさすがに不合理な勉強だと思うんですよね。今年の「紅白」って何あったんっていう意味かなと思うんですけど「紅白」って何みたいなこと言っててえ、巨人師匠前に巨人師匠座巨人師匠も出てましたよ」とか「ああ」とか「え」みたいな。失礼です。 失礼失礼,です <laughs> う失礼よりもプライドをとった感じ、ね、<laughs> <laughs> ですね。あの、あの師匠に大,大好きなんです。巨人の子大好きなのに、その、あの師匠への愛を超えて自分のプライドを <laughs> 絶妙な。えぇーってこと、うん、いやちょ、ちょっと待ってくれと。<laughs> じゃあ大晦日か。あの、 あんたは何をしてたんやと。はい、ね。紅白歌合戦見てへんかったとしたら何をしてたんやと。あ、娘と人生ゲームやってたわ。<laughs> <laughs> いや、もっと大きな規模の人生ゲームが行われてるわけじゃないですか。<laughs> そのほんまの人生、ほんまにその自分の人生のこの大河ドラマのような人生ゲームが行われてるわけじゃないですか。でダイナミックなねで。人生ゲームってこのボ,あのボードゲーム のじゃなくて、うん、テレビでの人生ゲームあるの。ああ今あります、ね。うんなんかそうだからもうテレビで見れへんかったっていう弁解だったんです。<ー>テレビはそれの人生ゲーム使ってたから。 ああるあるスイッチとかあります、ね、あるだから、そういう形の人生ゲーム、<う>その辺に長い間で,できへんで、その多分人生ゲーム、何時間やの、紅白 <laughs> いや、その時間だけじゃん、もしかしたら、その <laughs> <laughs> あ、そうか、でも悪い人はずっとしかしてるわけやもんな、ね、巨人賞が出てる場面は1場面やけれども、も4時間ぐらいあるしね、いや、ほんまになんか、そのね、大きな人生ゲームと、この小さな人生ゲーム。<laughs> <laughs> 大小人生ゲームがね、同時に進行してたっていう。うんうん、はい。うん。で、僕ずっとその、それはおかしいわとか、もう、さすがにね、なんか巨人師から、<laughs> やめとけ、もうかわいそうだ。<laughs> <laughs> レフリーストップというか、師匠ストップが、<laughs> すみだ、もうやめとけ、かわいそうだ。<laughs> <laughs> っていうね。うん。でもほんまに、あの、ほんでその時にね、その人生ゲームと共に、うん、あの、巨人一生優しいなって思ったんが、うん SNS SN でもアップしてはったんですけど去年の年末、うん、去年今年入ってからか、はい、そのあのある高校生が関東在住の高校生がだから去年にね吉本に手紙を送ってきたそうで、うん、その手紙っていうのが、うん、そのまあもともとその阪神・巨人は知らなくて、まあ、高校生ですから、うん、で「m 1見てて何年か前にほ、うんで「はい、ああのあ、ー、の」 たたたけれどもただその漫才見たことがなくて、はい、その失礼ながら見たことなかったとあ、まあ、関東だとあ,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 あんまりないのかもしれないですねお正月の番組とかじゃないとね、うん、でそうやったんだけれどもルミネえ、ま、漫才がすごい好きらしくて、うんはい、ルミネでその阪神・巨人が出てる見に行ったらしいんですよ あまりの面白さに前の目に前なったと、うん、最初こう深々と座ってたのに前のめになったと、はい、でそっから何回か見たのかな、うん、見てあの巨人師匠とお笑いの話がしたいですっていう手紙が来たんですよ吉本本社に、えーうん、で,でまあそんなん来たとしてもね、うんはい 一高校生の別にテレビの企画でも何でもないですよ「さんまたまおの夢叶えたろか」とか, <laughs> <laughs> とか、ね、あじゃあ,あ,あ,あんなんじゃなくて本当に一高校生が個人的に書いた手紙、はい、でその手紙がやっぱりあの逆に大御所になるとそういう、はいまあ、高校生から手紙とかあんまり来ないのかな<ー>若い芸人は来るかもしれないけれども、うん、でそれで年賀状を返したそうなんですよ。うん で、返して、ああうん、で、そうしたらなんかそのまた、あの、ほんで、ま、あラインのアイ ID か、なんかを書いて、うんうん、送っといたら、えー、それに帰ってきたらしくて、はい、あの、はいはい 本当にこれ巨人賞のライブショーみたいなのが来て <laughs> はい、はい、で<ー>やり取りをするようになって、はい、今度大阪に行くんで、うん、漫才のことを教え漫才お笑いのことを教えていただけませんかみたいなんで、うん、来たらしくて、うんはい、でまあなんかあの師匠がスケジュールを調整して、うん、じゃあその大阪新大阪の近くのどこどこで会おうみたいな話になって。うんうん であってでその僕と柳田さんが行ってた隠れ家まで行って、ね、でそこにあのなんか聞きたいことあったら聞いてって言ったらほんまに m k u さんみたいにいっぱい質問書を書いてたらて <laughs> <laughs> そので丁寧に答えて行って、はい、でその後おあの人ですよだからあの矢野兵道の「パイセン」のイベント、はい、<laughs> に を師匠がなんか行く予定があったんかな、うん、で一緒に連れて行って、うん、パイセンも紹介して <laughs> でそこまでしますでもあ<ー>すごくないすごいね、うん、でその後なんかそこの,あのお父さんお母さんともなんかやり取りしたい、ね。<laughs> えー、すいません,なんか息子がご迷惑おかけしてみたいな「いやでもそう夢あることはいいことやと、うん」と <laughs> やり取りしたんやみたいな話をしてはって、うん、すごいなーって思って。うん 手紙出してよかったですねそんなそれをその全くねそういう番組と関係なしに <laughs> 一高校生と <laughs> 叶えたるかちゃうのに <laughs> 叶えたるかじゃないのに <laughs> 夢叶ええて、うんうん、そういう企画でもなくなかなかできないですけどね僕なんてあのたまにね事務所の。 お問い合わせフォームとかね収集生からメールが来てて「ラジオのリスナーです」とか「一度なんかお会いしたいです」とか無視するもんね無視ですか無視してるんだ無視というかそれは何でかって言ったらラジオのリスナーないっていうの分かるから僕はああラジオのリスナーやったらあのねなんかあるよ具体例を挙げるのよそうねよね 阪神電鉄の人みたいにそうそうそのどんだけ好きかっていうだってその高校生もルミネの何月何日にルミネ行った時に「前のめなりました」とか言うわけやんかそこの描写が全くないわけでそれはないなそれはないとかってないかって思うかないわな思うわけででもその師匠の話聞いてやっぱ素晴らしいなって思ってそういうことを普通に。 であのできるっていうことがその気遣いということでねその巨人賞は結構怖いようなイメージあったりするじゃないですか昔のあのあれはなんだ時男がやってた漫才ファイトクラブの時のねファイトクラブは違うね漫才同士はねでもねその新年会にしてもねもともと巨人賞は久しぶりに弟子で集まって忘年会やろうって。 言ってた言ってくれてたんですよ、はい、それがなんかね弟子の方がみんなちょっと予定合いますよまあそ,それもだから堀の内兄さんがまあ幹事をしてて堀、はいうん、の内兄さんも一番上じゃないわけですよ、うん、一番上じゃないからそのもっと上の兄さんのメキシコ台風兄さんとかに気を遣うわけですよ <laughs> 何日空いてますかこの日空いてますか、はい、みたいなでそこをパッと 切れないわけですよ。堀の内兄さんは全員気遣って、その自分より先輩がこれへん日を選んだその先輩に悪いとか。僕そういうのも結構平気なんですよ。先輩これへんって。もう、じゃあもう今年はもうコんといてください僕はいうタイプの人間なんですけど、でもそういうのにしそれ気遣って、結局それで、うん、なんか、あの、新年会になってとかっていう、そういう気遣いをね。全然その、 もしかしたら怖いというイメージ持ってはる人いるかもしれないですけどそうじゃなくていや,やっぱりあのいやさほんまに優しい人やなーって改めて思った次第でありますはい、はい、えー、あ巨人賞の曲用意しておいた方な何も考えない <laughs> で, <laughs> で読ませてはい 読ませて、はいえー、今年1回目あではないか,だからその昨年末収録した1月3日放送では喋ってましたから年末にダウンタウンの松本さんの「文春」の記事が出て、はい、でその時、ね、年末に話しましたよね、はい、ちょっと話、ね、しましたね1か1ヶ月の間にどんどん発展展開しましたな、はい、うんねえ、はいうん でも、まあ、だからあの昨年末に話してた時点では、うん、結構ねあの、そういう松本さんが、ね、活動停止、休止でするような重大事態には至らないと思ってる人が結構多かったんですよ。でも、これはまずいぞと思いましたよね、うん、昨年末の時点で出た時点で話してて。そこは言ってましたよね。なんかねう なんかはもっと早く詳細な認否、反論すべきやみたいなことは言ってたとは思うんですけど、うんうん、ちょっと大雑把でしたもんね、はい、事実もこんですみたいなあの時点ではね、はい、でその吉本との関係もちょっと変わってきてるじゃないですか、うんうん、その時はまあ、足並みが揃ってたのが、うん、ね、今年入って、うんうん、なんかその調査するみたいな感じで言ってて、うん、ちょっと距離を置いててっていうな。なんかもうあのー ネットニュースとか見てたいろんな弁護士がそういうワイドショッなんとかいろんな解説欲しいのを。 このの番組もも一緒ななかしれいそこはちゃんとやっぱり差別化はかなあかんなと思うのでね違うことをするはいだから頼むでそこは結局でも一緒やそんな事実を知らないほんでそこでそのねあの人ジャガー横田さんの夫木下石田さん子供の受験をなぜかものすごいあけっぴろげにいつも公開してるあの人が かつてあれなんですかね、文春愛で訴訟を起こしたの,、うん、ので、結構そういうメディアでコメントしてる弁護士は、全然名誉毀損の訴訟について分かってないみたいな、うん、やったことないんじゃなかろうかみたいなこと言ってるんですけど、な,どはい、なかなかあんな週刊誌に名誉毀損されたって言うて、訴える訴訟だって経験者もないでしたことないですね、私はない週刊誌はないですね、週刊誌以外はある。はあるな、<ー>はい。 その僕もでもね、あれプロバイダー側でやったりとかあるんですよ。うん。だからそういうだからね、個人が、うん、そういう。誰かを、バーチャルでやるとか、そんなんじゃ、そんなんはないかな。うん。でも、あ、あのパターンじゃないでしょまあ、もちろん違いますね。はい。うん、だから。 確かに、ほんまにそうなんですよ、映画系なんですよ、ああいうメディアでコメントしてる人らは、きっとやってないんですよ。だから、あの木下さん。そうなん。いや、わかんないですよ、今すごい。あの、まあ、すげーの、ま橋本さんはやってるよね。自分のこと、自分のこと。でやりましたね、あの令和の。訴えてましたもんね。やってる、やってる。やってる、やってる。ジミーちゃんみたいな。 だからそのほんまに実際そういう弁護士よりもそれを経験してる人の方が詳しいことも全然あるかもしれないしね。なんかみんな詳しなってるんじゃないですか一般的にその名誉毀損の構造とかあんだけ言うてたらね真実相当性とか真実相当性とかいいよるなあれな真実と信じるにつき相当な理由があると。 真実でなくても、ね、うん、真実実を証明できなくてもっていうことですよね、うん、社会的評価をまあ低下させてたら、うんあね、名誉毀損にはなるんだけれども、ど名誉毀損には当てはまるけれども、うん、そういうね、真実性を証明するか、できなくとも、うん、真実を信じたことに相当な理由があったら、うん、違法じゃなくなると。うん なそ,その部分に関しては違法性阻却自由っていうんですけれども、うん、その週刊誌側が、ねうん、証明責任を負うみたいなことを言ってたりしますわな。うんうん、まあでもそのねんかああいうふうに法律論になることによって法律論に時間を費やして何、うん、だろうなそのみんな言わんで済むようにしてますよね。そのもっと ほんまはちゃんと芸能界の住人なわけでしょいろんなこと噂でも聞いてたりするわけでしょ自分なりのなんかあるわけでしょきっと思いがそういうことを弁護士の口を借りて法律論をしてさせて法律論に時間を費やしてワンコーナー作ってお茶を濁すみたいなねあれはよくないよねと思うんですよ なんかみんな、裁判で決着をみたいな、だからそれはあのー、実は裁判で明らかに、裁判っていうのは必ずしも真実が明らかになる場合はないというのは僕、僕、ABC ラジオで話してたんですけど、実際そうじゃないですか。ね だって民事裁判とかって、そのだから、まあ証明責任、さっき言いましたけど、証明責任っていう言葉自体がね、うん、その裁判官が真偽不明、どっちかわからんなーっていう状態になった時のためのものじゃないですか。 このね、原告の言うてること、被告の言うてること、どっちかわからんな、どっちなんやろってなったとしても、うん、裁判官は、<laughs> ね、えいやと判決をせなあかんと、かんかね、その時にどっちが不利益を負担するかっていう、うん、そういう概念がある時点で、うん、それは神様の目から見た真実を発見できる場では、うん、あの発見をしようと努力はするもんですよ、す裁判官も当事者も代理人も。うん その結果とまあねそれだしもう判決になってる時点で争点があってであの一方が言ってることともう一方が言ってることが違うわけだからうん、うん、それをえいやと言ってるだけでそれが神の目から見た真実かどうかは分からない分かんないんですんね結局のところはね。うん、でほんまにそのね言ったら 証拠がすべてやから、過去の事実があったかなかったか、認定した上で法律を適用して解釈するわけやから、うん、それをねあの、裁判官、経験してない、見聞きしてない過去の事実を、うん、見聞きしてない裁判官が判断するには、ほんまに証拠という,こう痕跡から、ね、過去の事実の損否を判断するしかないから。うん、でも ねえ証拠がなないことなんてよくああるわけで <laughs> まあそうですよね、うんしまあ、どこまで行ったってね、それはその、人のうことやから前足、後ろ足とかって言ったりしますけど、ねあの、事前の行動にどういうことがあったのかと、事後の行動に何があったかって言ったところで、うん、その時その瞬間、何があったかなんて、結局分かんない,いからないかんない、うん、前後にこういうことがあったから、その間にもこういう、こう。 ここうういとがあったと、もう推認ですよね、推測するほかないっていう、そういうもんだから、そのね、まあ逃げるための口実やと思うんですよ、裁判で明らかになるから、それまで中立な立場じゃないとっていう芸能人が言うのはねあれ、今までそうでしたっけ、他の。言うとるから、さんさん言うとるから、なんも裁判になってなくてもね。 みんな逃げるようになりまし逃げるようになってその裁判の違法性阻却自由が何かみたいなことあれで時間って裁判に意味ないとは言いませんよ意味そうそこで裁判官もとか当事者もなんとなくこっちやなみたいなあるじゃないですかなった時にでも証拠は少ないからでも実態に即した解決の仕方しませんかいうて和解があったりとかいい機能をする時が。 あるわけで、うん、まだなんか不満そうな顔してるやつ、切り込まない大統してない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 してな,な,ないのよ。今の話については何もしてないのよ。うんうん、いやあからなんかで、ね、その赤多も真実が発見できる場のように言うのは、ねででも分かってると思いますよ。 裁判なんて真実発見できる場合なんて若いだから、もうなんかあの言葉使ったらダメですよね。言葉は悪いですけど裁判官にそんな能力ないですからね。おお。それはそう、そうよ。そりゃそうよって愚かだからほんまに、うん、そう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 。だから裁判官は結局のところそのねまあまああの僕はいつも言うてる話ですよその。 収集習生の時に経験したキャバクラ裁判の話でね。うん、うん。その、まあ、その話もようしてるから、まだ改めて説明すればいウィキペディアもた方がいい、ね、私のウィキペディア参照していただいたら。すみ <laughs> だりゅうへキャバコラで働いてるキャストの女性に対して、<laughs> まあ、常連客、常連客中かね、もう。 入れ込んでた貢いでた男性が「うん、渡した金返せ貸した金だから返せ」って言ったことに対して「もらったもん贈与だから返す気もない」っていうこの訴訟で、うん、まあまああのうん <laughs> その裁判官は <laughs> 僕はその実態をね すぐに見抜いてたんですけど、うん、裁判官は、いや、僕は逆ですよっていう話を実際に、あの、そういう夜の街で起こることは、男性はお金渡すときに、いやー、返さんで返さんで、そのままええかもらっといてっていうのが男性で、うん、女性の方が、いや、もうそんな絶対返します返しますって言うてるのが女性で、うん、言うてることこれ逆ですと、うん、うんっていうことを言うてて、僕はえらい怒られたという、うん、弁論主義もわからんのか、お前は。ね、民事訴訟において主張していない、<laughs> 当社が主張していない判決を、主張していない事実、判決を いいののに採用してははなならららいという弁論主義すら知らんのかお前はみたいなことを言われたという話があるんですけど尋問した結果僕の言ってる通りやったというねそこから分かる通りね、はいうん、そんな事実認定能力っていうのは、はい、うんね、うん、だから裁判官はあの事務処理能力高い人が。うん なるわけですわでもその、まあ、僕らの昔の司法試験の時代やったら、はい、その今ねロースクール経由する人が原則受けしか受けられない試験になってるじゃないですか、うん、新司法試験は。原則ね,ね、はい、でもあのうん我々の時はあ別にそうじゃなくて、うん、まあ誰でも何回でも受けれたもんだからその中でやっぱりあの東大京大で若くして。 司法試験受かった優秀な子が、うん、<laughs> まあそれだけで事務所に能力があるという推認が働くから、はい、そういう子がスカウトされて、はい、裁判官になってうん、うん、確かに事務所に能力は高い一、はい、人裁判官って同時にあれ何百件ぐらい事件てるんですか、ね、どうなんでしょう200とかそれぐらいあるんじゃないですか。 ってなったとまあそれはねどこで働いてるかによって違うとは思うんですけど、うんうん、ってなった時にやっぱり事務所理能力高いに越したことはないんだけれども、うんうん、その在学中にね 受かった子はその辺の人間関係の機微というか例えばねあの中さんみたいな友達やいからんけどいないねんってそういうスナックでねバーって開けた寝ててねうわーって寝てたじゃないですか大晦日その後、だんだん客来ましたよねあの後と「たっちゃん」とか言ったらだから老夫婦とかね来てありましたね夫婦で夫婦で来てた「たっちゃんええかい」言って来てたとかそういうのを知らずにまあ うねうん、社会に揉まれてない人が最もその何でしょうこうね、うん、揉まれた人たちが持ち込んでくる紛争を解決する役割を担ってるというこのジレンマっていうのはありますよね。うんうんはい、あるよね。だからその辺のことっていうのはねあんまり言われない話ではあるんですけれども。うん だから証拠が大事なってくるんですよねそれをちゃんと僕らが普段仕事でやることはそのことをちゃんと説明しておくって大事じゃないですかあなたは当事者で自分が経験してるか何が真実か分かってるけれども結局裁判っていうのはそれをまた証明できるかどうかやからだからそこで証拠が乏しかったらその見通しとしては厳しいかもしれないみたいなことを事前に言うとかないとねえ あとでまた、ね、依頼者と揉めることにもなるやろうし、っていうような、僕らもこれ、法律一般の話で逃げてるじゃないですか。そうですよ。俺らが一番、もっと逃げてるやんか。裁判意味ありますよ。意味ある、意味ある。だからそういうことをやって、結局実態に近づく努力をすることによって、多くはその、あの、証拠は少ないから、一刀両断に判決できひんけれども、実態はこうやな、と考えた裁判官が先言った通り、その、その実態に、 近い解決を和解でしようと、ね、したりしたら、あの、本当にそれは、その当該時代、紛争にとって一番いい解決の場合もあるし、ただでも、あの、ダウンタウンの松本さんと文春のは、もう和解という解決はおよそ不可能でしょああいう形で対立したら。ってなったら、もう一刀両断に判決。 されるわけだから、うん、だからその物的証拠がない部分をね証言ベースのところをどう判断されるかですよね。うん、でもそれがまあ真実に沿った判断がされる場合もあるだろうしそこは必ずしもその意味ないとは言わないですけどね。うん、で僕は不思議なのは本当に、うん、あにサイキックミーティングやった時も言ってたんですけど、うん、なんでこのそのねあのそこに出席してたタムケンさんとかが言うてることの、うんうん 内容に関してね、もっと突っ込まへんのかなとか思うんですよね。うん、その、うん、そういう女性を物の,のように扱うような飲み会はしてないと。うんうん、で、その、なんだろう、二人っきりさせたこともないと。うん、でも、最終的にどうなったかは知らないとか言うじゃないですか。うん、<laughs> そうしたらどういう状況で終わったんって思うじゃないですか。<laughs> そこの話はしてもいいわけですね。うん、別にそれ、なんか裁判待ちで。<laughs> そそこは突っ込めないからそこがその2人を残して帰ってきたという意味なのか2人が別室に移動している時にそのみんないるのに2人だけが別室に移動したっていうことがないということだけなのか、うん、とかねなんかその言い方が最終的にどうなったかわからんとかどここれ何を言ってんの、うん、どういう状況やったんって思うでしょ。そのになんか その辺は言うたまま流すでしょこういうふうに言いましたとかそこは芸能を巡るこうねあの報道の方は突っ込んでもいいとは思うんですけどねもっと詳しくね聞いたらいいと思うのにってでもっと別に取材できるじゃないですか全然そうそうんかしないですよねそのあの事件に関しては文春はこう言うてます松本さんはこう言うてますそこにいた人はこう言うてますってもっと聞けよっていううんうん なんぼででも聞けるしょまあね他の時やったらガンガンそうなんすよねうんそうやねなんか二またかやった塩やなんとか塩や旬塩や旬なんかガンガンいかれるガンガンいかれるんだだからそこがもう今隠せないじゃないですかそのガンガン塩や旬だい料理研究家の人とねモデルさんとね自分のお豚またかけてたりとか言うてそうですよ 言われてたんやけど、うん、まあめっちゃ行かれてたよ、あの人は。ガンガンね。<laughs> はい。うん。だから、そこが。うんうん、なんか急にお行儀が良くなった感じですよね。うん、うんそ。そんなわからんことを言ってはいけない、わからんことばっかり言ってたかなっていうね。うん。うん。 思うんですけど、うんうん、まあ、でも、それは、まあ、わかるけどね。芸能界のヒエラルキーだだ。だから、それがそ<う>あの、もう見えちゃってるわけじゃないですか。うん、まあね、うん、見えちゃってることを、な、ない。うん。 あるものないとかもうできない時代やからそこは井戸端には見えちゃってるからね我々井戸端には何で井戸端って井戸端会議的なまあまあねもう見えちゃってるから各州内からそれこそプラスマイナスの岩橋さんの件とかでも本人がそういう暴力を受けたっていうことを X に投稿したっていうのがあるわけで削除もさせられたみたいなことを投稿してるわけで。 それを亡き者にすることはできないはずで本来ね、うんうん、やっぱりそういうのはちゃんとねあのど,どっちかと思うんですよもう芸能界にはあの特殊なルールがあってみたいなことを貫くのか他方でそう去年のジャニーズの問題があったから、うん、いやちゃんとこういうのを明らかにしていかなあかんみたいなこともそういうポーズを取ったわけじゃないですか。うん うん、そういうポーズを取った以上はちゃんとね明らかにせんことにはもうますますそういうテレビとか見る人がいなくなると思いますよ、うん、本当に、うん、ちゃんと、うん、だから今まではその,そのテレビ芸能界に本当にその、うん、なんだろうなそういう芸能界というこの部分社会、うんはい、独自のルールがあって、うんはい 一般的な法律も適用されへんかったうん、うん、のがあのほんまにちょっと前までの芸能界やったわけでしょうん、うん、大物あるいは大きな事務所に属している人が不祥事を起こしたとしてもうん、うん、それはあの週刊誌には載ってるはずなんだけれども載っていない体で見過ごしていく、うんうん、テレビラジオは、はい、っていうのがあって。はい だから、ね、あの大きい事務所にいたら守られたわけでしょ、うん、っていうのがあって、うん、でもこう、もうそれが守られなくなって、うん、むしろほんまに一般の法律も適用される上に、うん、本当にあのもう先にそういう社会に裁かれるみたいな、うんうんまあ、でも、まだまでもなくなってないと思うけどね、僕、だからその松本さんのニュースを見た時も、1>, うんうん、1日、2日、Yahoo!、ね、ニュースにすらも載らなかったよ。うん ちょっと間があります、ね。今が、ね、立ち合いの間がし。なんか今日はいろいろなんかに。<laughs> <laughs> るな端でこれ話が具体的な事実入っていかないですよね。でもそれはでもさ松本さんがあったかなかったかってどっちか断定したら僕らがあかんしゃないそれは。そこはもう周辺部分で触れ終わらざるを得ないそうなるんですけどね。それはあんか何日か触れへん空白の何日かあったでしょ。ああっったたよよね だからそ,それはやっぱおかしいし、うんうん、だからあの時にもしかしたら松本さんはこのまま空白の何日のまま続くと思ったかもしれないね,んね、うん、あったやろうし、うん、だからこそ,その最初の初動を誤ったっていうのは吉本と松本さんがっていうのはね、うん、その今までの従来の芸能界のルールで乗り切れると思ってたかも。 かしれないですけど、でまあだからそのねでも文春もほんまになんかね文春が正義かみたいなことをね、うん、言って怒ってる人いますけど、うん、正義なわけないんですよ。うんまあ、雑誌屋にやから。正義なわけないですけど、うん、まあでも今日本の中にあるジャーナリストと言えるのは,僕は文春だけど、うん、だと <laughs> <ら>ぐらい思ってるよ。でもそうだから正義という別に目的は正義じゃないです。目的は絶対それはえ、うん エリーなんですんですすよよお金儲けすることででもそのためにやった結果が正義に奉仕するっていうことはあると思うんですよ、うん、目的がどうであれ。だから、ほんまに正義だったら、うん、その芸能界での制作手なんてもっといっぱいあるはずなんですよ、いっぱいあって、うん、それはあの、ね、ああいうジャニーズの場合ね、ねまあ男性と男性でっていうことだったんですけど、うん、それは男性が女性に対してっていうことだっていっぱいあるわけですよ。ででそのの情報も今の文春であれば いっぱい入手してるわけですよ、その情報その中で、取捨選択して、何らかの意図を持って、ね、その出す記事を選んで。いっぱいあるって言っちゃっていいですかいっぱいあるでしょ、そら。きっと。その、うん。いっぱいあるだろうと、僕は思うんです。あるだろうと。あるな、あるんだけれども、そこで何かしらの、これは出そう、これは出さないっていう判断はきっとしてるはずなんですよ。うん。だから、それをしてる時点で僕はそれを公平にしてたら、それは正義かもしれないけれども、うん。 そこでああのこう、ね、出す記事出さない記事っていうのをやってるはずだから、ねうん、どんだけ購読につながるかですもんね購、うんうん、読それもあるしほんで別に芸能界だけじゃなくて例えばその分断タブーみたいなことがあるわけじゃないですか<ー>その文,文芸春秋から出してる、うんね、その泥箱の作家のスキャンダルなんか絶対出ないわけで、ね、っていう時点でそれはもう正義ではないわけで、うん、だからそれを引き出したらどこに正義あんねんって話なんですよ、うん うん、例えば朝日新聞がその高校野球の不祥事、うん、絶対で書かないでしょ。まあね。そういう。 書かないや書はないとか僕が言うてるのは書かないというのはそのわな一般的に問題になってる例えば学校の中での例えば監督が生徒殴ったとかなりますよじゃなくて例えば今の夏の日本の気候の中で炎天下で野球を指すのはどうやって議論もずっと続いてるわけじゃないですか。 朝日新聞は書かないでしょ絶対書いないでももっともっもももっともっと高野連のとそのプロ野球とのこの区画のもほが俺はおかしいと思ってるけどねそれはもういや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 そっちの方が書かないからプロ野球高校野球の話になっていないんだけどまあただだからそこに僕は正義僕はだからね正義ではないんですよそれは雑誌なんだからただそれはあの結果的にほんまに正義に役立つことは ででももまあ、うん、そうやねんねでも唯一残ったジャーナリストのような気がする <laughs> <laughs> っていう気もするのよね <laughs> もう文礼春秋に対しては <laughs> まあ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 だその結果的にはねあ,<ー>あとはね、うん、その雑誌、まあ、売るだけ売り抜けてその後、まあ賠償を命ずられる金額って結構ひっ 低いとかで,でもまあ、そのときにね、その雑誌の売り上げの方とね、うん、を比べるのは、俺、ちょっとそれはちょっとセンスが悪すぎると思うよ、うん、あの売り上げがなんぼって、利益を見ないと、それで書いたもん勝ちって、売上げと書いたもん勝ちって、ちょっとあれはおかしいと思う <laughs> 売上げ、あれだったら、利益も結構あるかな、らでも、売上だってあんな雑誌作るんだから、それなりにかなり経費がかかってるわけで、<laughs> <今 S 1> そ,のそれで売り上げと比較して書いたもん勝ちは、あれおかしいよ <laughs> い。でもそれは売上が <laughs> ごっつい時は利益もごっついわけよでもそれは利益の額をいくらって書いて書いたもんが比べないと絶対おかしいそれは僕は別に私はそれはフェアじゃない私責めてるわけじゃないから言う人は言うから言う人は言うてるじゃないですか言うけどね人の不幸でそうけてるみたいなだから人の不幸人の不幸じゃなくて本当にそれがねの事実はわからないけれどもねちゃんとそういう あの書いてることが真実やっただからもいいのただでもあのその、だけど、あのまあ、そのまっちゃんのような準、うん、公人に対して、あそこまで攻撃をした以上、うん、それが嘘だったら場合の賠償額っていうのは、それ,のそれはもう、うんうん、とてつもなくでかくてもいいと思うけどね、ただだから、うまいこと考え,考えてるというか。うんあの 吟味してんのやろうなと思うのは、それこそ年末にね、大谷君と長谷君とそのあの最初に出た文春を見ながら読みながら喋ってた時に、これってえ法的に言うたら、当時、もう時効にはなってるけども、強制わいせつに当たるんかなみたいな、僕が言うたら、大谷が、いや、暴行、脅迫があるかどうかはっきり書いてへんからみたいな言い方してやんか、だからほんまその通りなんですよね、そういうことを書いてないわけですよ。 ね、今回の一番新しく出た第5弾みたいなのは、あもうだいぶ前のことだけれども、かそういうマッサージ店で起こったことが、うん、まあ強制わいせつに当時でも該当してみたいなことは書いてあるんですけど、うん、その最初に出た記じゃ全くそのこと書いてなくて、うん、結局まあその女性とそういう行為があって、それが意思に反してたっていうことしか実は書いてないんですよね。うん、うん だから、そ,のそれが強制説い該当する行為やとか、よくあ週刊誌とかって書くんですよ、もう時効にはなってるけれどもこんな、こういう刑法犯になるみたいなことを書くはずやけど、そういうことを書かずに、意思に反してたということしか書いてない部分があって、うん、だからそうなると、やっぱりちゃんとあの、すごいそういうね、あのいろいろ吟味したうで。うんうん 相手、まあ、相手によっては多分ね、あの、その、弁護士のチェックとか受けんかもしれんけれども、塩や旬のこと書くときはもしかしたら、リーガルチェックを受けずにやってたかもしれんけれども。<laughs> ああでもなんか基本、リーガルチェック受けてやってるみたいですけどね、文春って結構。文春とか新潮とかもそうなんかな。<ー>でもあ、あ、なんて難しいな。な<あ>でも本当に、僕らって、一般的な、なってなんて言うと <laughs> <laughs> その、あのー、 そうういね顧問生から相談を受けるときって危ういことはやめとけって絶対言うじゃないですかそれ危ういからこんなリスクあるこんなリスクあるだからやめといた方がいいですよって言うけれどもああいう週刊誌のそういう相談を受ける立場の顧問弁護士とかそれ言い出したら何一つ書けないでしょ名誉毀損の疑いがあるやめとけって言うたら本当にね例えば週刊新潮やったら誰かわからん人の結婚しましたみたいな記事あるじゃないですか手堅いやつしか無理 結婚しましたの記事僕も結婚十何年目乗ったんですよ多分読んでる人前から読んでて誰か分からん人ばっかり乗るなって思ってたら取材を受けて誰か分からん人に入れたって思ったんですけどこういった内容面白いことも何ともないもんなそれ誰か結婚しましたそうそうそう微妙な人が乗る微妙な人が乗るね誰かな一般人じゃないけど一般人じゃないけどほぼ一般人みたいな人ばっかりが乗るんですあの結婚のコーナーしかなくなるからしかなくなること いそういう意味で、このえいやっていう、えいやとは僕ら、普段の業務って言えないじゃないですか、これはやめとこうが多いから、そうですね、ゴーサイン出すことって、あんまりないですよね、相談に対してね、明らかに大丈夫だと、そんな心配せんと、萎縮しなくていいですよっていうけれども、名誉毀損の疑いがあるとかって、それをやめとこうの方向で、リスク管理のと思ですからね。っていう、まあまあ、僕らも法律論に逃げてしまいましたが曲いきましょうか。 ゆらゆら帝国で、えー、ゆらゆら帝国で考え中大谷君がどっか行っちゃいましたけれども、戻ってきましたか、はい、はい、不規則行動をね、ちゃんと言ってくださいよ、どっか,かあのスタジオ外出るときは、なんか抗議の意思があったんですかね、えー、なんか不満があったんですよ、<laughs> さっきの私の発言に。文に対するなななない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 ,ない そんな自由にね、このラジオやってて、行動するのは、僕、見たことあるのは、テリー伊藤さん以来ですよ。あ、テリー伊藤さんテリー伊藤さんの乗ってけラジオってやった。テリー太平乗ってけラジオって言うのもう十何年前出た時に、ほんまにね、もう不規則、不規則発言、不規則行動、急にいなくなったりしてましたよ、テリーさん。 今日日本でなんかね机に足ポンと置いたりとか急にいなくなったりとかいなくなっても太平さんは淡々と進行してましたねいつものことなんでしょうね。なるほどねすごいいろいろ話したいことあるんですがちょっとね僕が言葉の使い方としてすごい気になっててただこの話はあの。 いろんなラジオ番組で僕はコスってるんですよ。え、ウラウラ ABC ラジオでもコスったし、で、こないだあのマさんのズバリサタで CBC でもコスったし、まあでもね、あの喋る相手が変われば話の内容も変わる。そうね。そう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 。これがラジオのトークの SDGs と僕は呼んでるんですけど、初めて聞きます。そういうもんですよ。あ、そうなんです。あ、まあ言ってるじゃんと僕あのなんかこの間どこかな。あ、そう。 去年にその家族であのおじいちゃん、妻のおじいちゃんの回顧展でえ郡山行った時に福島県のねそこ泊まったビジネスホテルでその普通ビジネスホテルって何泊かしたらその毎日あの布団をこう替えたりするじゃないですかうんあのでも当ホテルでは SDGs で掃除しませんみたいなこ <laughs> とずっと使ってくださいみたいなあそれでもこうピンときたんですよこれはラジオで同じ話でもええんやっていうねえ 思ったんんでですけどそそなか最近話す仕事がすごい多くてもうだからそのまずこの番組でその ABC ラジオでその杉作さんのラジオで真帆さんのラジオの週もあるわけですで 全部が重なっときあるんですよ、竹内先生とのイベントとか、ちょっと前、相原さんの YouTube も出してもらってとかが全部重なったときがあって、企業での研修、1日がかりの研修とかの講師やったりとか、あと講演会とか、この1月ずっとそれが続いてて、そうなってね、そんな喋る内容分けるなんてことはね、およそ不可能な。 っていうわけで僕は気になった話なんですけど、はい、その,あのこの岸田首相がね、はいあの、政策活動費の問題を国会で追及されて、うん、政策活動費っていうのはあの、政党から議員個人に支出される政治資金で。うんうん で、えー、党の収支報告書には支出先の議員名や金額を記載するが受け取った議員側に記載義務はなくてあ<ー>であの裏金やキックバックやなんか言われてるあれでも還流したお金も、うん、結局、その受け取った議員側はいや政策活動費やと思ってて書いてませんでしたみたいなことを言って隠れみのになってるみたいなことがあるんですけどそれをまあ野党から批判された批判というかね使い道明らかにした方がいいんじゃないかみたいな。 ことを言われて岸田首相がその政治活動の自由っていうのを連呼してあのはっきりと態度を明確せんかったと政治活動自由もあるんです政治活動自由と国民の知る権利のバランスですとみたいなことを言ってたっていうで僕はこの文脈で政治活動の自由という言葉を使うことに強烈な違和感を覚えてでお二人にそれをね 確認したたかった <laughs> <laughs> まあそんなにまあ、うん、ちょっと主張としては弱い感じがしますけど関係なくはないかなとは思いますけどね、うん、うそんな感じなんですね、うん、強烈な違和感ではない,いや僕はめちゃめちゃ強烈な違和感を感じたけどね、うん、ちょっと弱いよ根拠弱いよとは思いますけど、まあ、だから政治活動の自由は当然、うん、まあ政治家も含めて全ての国民に保障されてるわけでしょ全てね。はいうん じゃあこの人にの言うと政治活動の自由って何なのっていう話じゃないですかね<え>、うん、結局、使い道は明らかにしたくないって言ってるわけでしょ、うんうん、でもその,その使い道、この使途をやめろっていうじゃなくて、それはやっていう、それは政治活動の自由なわけでしょ、はい、この人あの考えてる、その、ただ、だから秘密にしたい政治活動なわけでしょ、そううなんでしょうねどこにこう何を使ってるかって。うんうん その、ね、国会議員に秘密にしたい政治活動があるっていうのが、僕は強烈な違和感を覚えるわけですよ。例えば、その政治活動の自由が問題になる、うん、僕らが、ね、あの受験の時にに、ねうん、憲法でよくいろいろ判例を勉強したじゃないですか、それに出てくる論点で政治活動、自由って、ねうん、何があったかって言ったら、例えば外国人の政治活動の自由やったりとか、うんはい、あるいは。 あのー、そういう学生の政治活動自由で、えー、大学の時にある政治活動をして、うんで、それを理由に、その企業の使用期間中、使用期間終わ使用期間の間にか分かったのか、うんうん、その学生の政治活動、<ー>ほんで本採用を拒否したとか、三菱重視事件とか、<laughs> はい、あるいは中学の時に政治活動をしてて、うんうん、それを内申書に書かれて、不利益に評価された。 麹町、うん、中,中学内申書事件とかそういうのがあるわけじゃないですか外国人の政治活動だったらあの在留資格ある時の政治活動を理由に在留更新を拒否された、はい、マクリーン事件とかあるわけでしょ、はいうん、だからそれは政治活動が何らかその不利益な評価をされたと、はい、いう文脈で政治活動自由って問題にな,った、はい、なるわけで、はいうん、なんか ね、それはどっちかやったらその、まあ、国民一般国民が、うん、あるいはまあ外国人はそ,の、ね、そういう意味では国民にはあい当たらないけれどもんだろうな政治活動をまあ秘密にする、うん、あるいはそれを理由に不利益を受けない、うん、っていうのが一般国民がそれを言うのは分かるんだけれども、うんうん、国会議員っていうのはむしろどんな政治活動してます、うん、っていうことを言うことによって。 ね、その有権者がその政治活動を見て評価して、投票行動につなげるっていうのが大事なわけで、いや、あの俺の政治活動、言いたないわとか、どんなことしたか言たがないわとか、<laughs> <ー>就職の時に、そうだっ分かりますよ、就職の時に、君なんか学生じゃ政治活動してないかって、いや、それは、それを言いたくないっていうのは僕は政治活動自由だと思うんだけれども、うん、国会議員がね、 あた,たださた、まあ、今そういうことが行われてるかと思うと僕は思わないけど、うん、あの漫画の世界とかでやったらうん、うん、例えば情報屋がいてね <laughs> こういう情報を持ってくると、うん、その情報をお金で買うと、うんうん、その人の。 支払い先も言えないし、その人の考え方も知らせたくないから、情報屋にお金を払って、情報を買うということがあるとした場合、これはやっぱり秘密にしたいよねだからそこは、でも、それは別にあれでいいんじゃないですか、書き方じゃないですか、情報を、そう書いてるいいんじゃないですかその、そこまで要求してないでしょ、多分情報を、だまあ、だそれはあかんやろそんな、みんな情報屋になってしまうからん、どうないすんのよ。 誰に払うとか書かなかやんす誰に払うとかっていう部分の、あそ,そういう部分の政治活動。そういう情報収集ね。情報収集にお金を払うということを、じゃあどうなんですかって言われると、やっぱりそれは秘密にしたいって。もうそんなことしてるかどうか知らないだろうか。でもそれは例えば、うんあ、別に普通に言っていいことじゃないですか。別にそういう情報を。 お金をを対価を払ってだったらその人売った人はこの人に何,何を売ったんやってなるかなでそ,のその明らかにするっていうのはその全どういうことなんですかねそのいやでもでも誰に払ったか分かったらこいつ何売っとんねんっていう話になるんでそこはね、はい、だからでもそこは <laughs> 例えばでもそれもだから何らかの だからそういう説明をしたらいいと思うんですよ。だからでもそれが果たして、そういうお金を使い方としていいかどうかも含めてね。まあね。うん、うん。だからそれでいくと、あのほんまにあのネット工作をしてたみたいな話があるわけじゃないですか。はいはい、そういう、うん、それは両方あると思うんですよあの。与党も野党もやってると思うんですよ。よく SNS とかで、うんあの、両方ね、両サイド、めっちゃ詳しい、んかテレビ番組の書き起こしみたいなんで。うん なんかか変えてるるそういういアカウントとかあったりするでしょこれき、こんな普通の人おらんやろと、うね、ずーっとテレビ見てね、ああうん、だからまあまあ、考え方がこう左右に分かれてるとして、両サイド、です,よなんですよめちゃめちゃ詳しいで、うん、これを仕事せんし,しながらね、そんなねテレビも見てられないじゃないですか、だからそれは何 <laughs> かしらの対価が発生してるのは <laughs>、うんうん、その立場が違ってもあると思うんですけど。うん、それは政党が<せ> <laughs> だって,って,ますだってそれは去年、もうあ明らか、裁判で明らかになってたじゃないですか、ああ,あ,あ,のあ、そっか。っていうん、のは、でも野党側でもあると思うんで、だからそういうことを隠したっていうことかな、まあうん、あそういう工作費に使ってるとかっていうのを、まあえーうんまあ、それ、まあ、工作費とかでもなんか、まあ、それね、うんうん、だからそれも含めて言うべきじゃないと思うんですけどね。 でも仮に情報を描いたないで <laughs> としたらね、そこの部分でどうしてもそのプライバシーになんか配慮せなあかんことに関しては、うんうん、例えばそこはね、まあ、例外的なあれを設けてもいいわけで一律で明らかにせえへんことを正当化することにはならないでしょ政治活動の自由が問題になってるのは問題になってるんちゃいますね、やっぱり。だから そういうい意味では政治活動の自由の問題では全くありませんよっていうことではないんじゃないかな。だからその政治活動の自由、だから秘密にしたいことが、だから大谷で言ってるようなことをやったとしても、まあだから、その結局、バランスの問題でしょ、まあ、岸田総理も言ってるんでしょうけど、権利のどっちをこう、まあね、こう優先というか、利益考慮、うん、だからそれはだからそういうことにお金を使ってるということも含めて、知った方がよくないですか、うん、そんな。うん そこは知る権利結局、政治活動自由なんであるかいうたら、うん、そのすべての人がもう自分の考えに基づいて政治的な活動を自由にやって、うん、制約を受けずにね、うん、することが、まあ、そういう民主主義に役立つということでしょ。うん、っていうことであれば、うん、国会議員は全部言うべきでしょ、何やってその辺んの具体的なというか、話に入っていったらいいのにね。なんかその、うん <laughs> 政治活動に中っていうので、バッサリ行こうとしてる。だから言いたくない政治活動っていうのが、うん、あるんかもあらからないね、ねだから言いたくない政治活動あるのが気持ちゃうんですよ。うん、国会議員に。うん。うんうんうん でもなんか、うん、僕も幻想かもしれないけど、国会議員はなんか言いたくない政治活動もあってほしいけどね、なんか海外との裏工作とか。だから、<laughs> でも海外との、だからそれは、<laughs> そのほんまにその国の、ね、国家機密みたいなことあるわけじゃないですか。 ほ,ほんまに機密にせなあかんのとか、うん、外交のこととか、それこそ防衛のこととか、うん、そういうことはね、それは機密がないのはおかしいけれども、そうじゃないわけでしょ、これ。もっと、すごい、あ,あの、うん。 そんなきこあの機密として守らなあかんっていう,ような話じゃないはずなんですよ、この人が言うてる政治活動はきっと、個別の政治家が、その国レベルである個別の政治家が自分の地元で何やってるかみたいな話でしかないわけでしょ、きっと。まあね,ねど、どこにお金配ったかとかっていう程度の話でしょうね、うん、だから、それを言いたくないわけでしょ。うんね、それを何配っとんねんって話だけどね、うん。だからそういうことを普段してますと、<laughs> でもこれは合法やと解釈してやってますみたいなことも含めて、もう全部言うたらええねんってう。うん 言っっててくれよって思うんですよ、ね、もうだから一緒なんですよ、ね、もう芸能界ももう政治家も,もう隠せない時代ですよ、ほんまに。だから一番、だからその政治家がまだ守られてるでしょ、うん、芸能人よりもまあ、ねうん。だから芸能人は本当にその裁判とかなる前に、もう社会によって疑惑を持たれた時点で裁かれるような世の中になってるのに、あれでも全然。 あの問題提起してもいいかもしれないけど、池田議員っていうのが、その逮捕されたから、まあ、証拠隠滅の恐れがあるから、逮捕されたから除名だっていうんだけど、うん、その話と、実際に、えっと、何千万か払ったあ、のどっか、長崎かどっかの谷川さんは、完全にもう、あの金額的に。あの 起訴されて、有罪になってる人がいるわけじゃないですか、辞職する言うてはるからあれやけど、そっちのほうが完全に罪認めてんねんかこっちのほうが除名するべきやと思うねんけど、僕はね、まだ彼は証拠隠滅したかもしれないけど、も無罪の推定が働いてるわけじゃないですか、とね池田さんはね、そうおかしくないですか、逮捕を基準にするっていうのは。そうね逮捕したけれども 五人逮捕やったとか、はい、その逮捕に重きを置きすぎてませんっていう、うん、話で、うん、おかしくないですか <laughs> いやその,かい <laughs> そのおかしいと思うそれおかしいと思うおかしいししあのもう一人あの人えー、誰だ岐阜の方え大、ー、野さんさんねは、うん 否認してるけど起訴されてんねん。あ,あそうそうそう,そうはこっちの方がわかんよね。やっぱり普通で言えばね、まあ起訴されたからといって、うん、あの無罪の推定が働いてるけど、けどあのー。 これはもう除名するべきやんか、うんうん、起訴までされて、逮捕されたら除名するのと、起訴されたら除名するのやった絶対起訴されたら除名しなあかんやんか。かそこの証拠 <laughs> 隠滅の部分は悪質と評価してるわけでしょ、逮捕だけじゃなくて <laughs> だそれはだから、あまりにも検察だとか、警察の,あの <laughs> 判断によって立ちすぎじゃないのと僕は思うけどね、バランスを失し,しとるわいや本当。バランスをし,してるここととが多いなとこれまたあの 公開の話、政策活動費の公開の話は、これ求めてる党がまず。やってもええんちゃいます。<laughs> ダメだすかあ、自主的に。うちやりますよと。だから、そ、それも、うん、なんか、み、まあ、お、金少なから、や、なんか、いろいろみんな使ってるわけでしょうん、うん、そういうことに。うんうん、もう、でも。もう、あの、ほんまに、なんかもう、常実で投票とかする。なんか、やめたいのにね、もう、そろそろ。うん、その、まあ、まだ、でも、そうなんかな、その。 もう地元のんや盆踊り行ってとかそういう結婚式になんね、うん、電報をやってくれたとか、はい、そういうことで、ね、あの人に入れるみたいなのがいまだにあるけれども、うんうん、もうそろそろそんなんもまあねだけ,だけどじゃあ政見放送聞きますかってじゃあその政策討論会やってたら聞きますかって誰もいかない来ないしね。うん、そのの応援してる人だけはあ それに来る人って、政見放送な、政見放送もあれだし、あのね公開討論会とかでやったって、その応援する人しか聞けないよ。そんな普通の真っ白な人来ないよ。いやでも今回の京都市長選とかでもね、だから四十パーちょっととかでしょ。投票率、ねえ、もう四十パーとかやと半分以下やからね。結構今回の話題になってたからもうちょっといってるかなとは。 思ったんですけど、うんうん、だってねやっぱりそのねあのね民主主義とか大きい話ばっかりしてあれやけれども建前で言うと民主主義っていうのはあれでしょそのあの知者と非知者の自動性とかって教科書に書いてあるわけでしょだから統統治治する人と統治される人人ととされは同一やとだからこそそのね法律なり条例なりに。 その、みんな従うわけじゃないですか。自分で決めたことやと言えるから、うん、そういうふうに、まあ、あくまでそれは、ね、あの、犠牲でしかないんだけれども、うん、そういうふうに、うん、思えるような <laughs> 形にせなきゃあかんわけでしょ。うん、だからそこがもうね、40%しか投票してなんかったら、うん 自分で自分のルール決めたっていうことじゃなくなるから、ね、もはや。半分以下からね、うん、残りの半分の人が何考えてるかによって、ひっくり返る可能性ありますもんね、<laughs> それね,ね。なんか、まあね、その選挙期間、国のやったら、その選挙期間の間だけ、もう、この選挙区は1時間だけでももう、その公開討論を絶対聞かないといけない環境を作らないと、まあ、それは義務を課してるけどね、そういうことをしないと、そんな、 そその自由に任せたらそんななしょうもないももん誰も聞かないいよねいやだから本当にねその今のこのね、ま、中央も地方もそうやけどその僕らの中でね例えばあ,あいつめっちゃいいやつやなみたいな、うん、同期の弁護士いたりするじゃないですか<う>、うん、あんまりいいんか <laughs> あんまりいいんかってあれだけど<う>例えばほんまに <laughs>、うん、その利他の人というかね利己じゃなくて、うん、みたいな人って、うん、結構いるじゃないですか。うんうん 人格的に素晴らしいな尊敬できるなみたいな人もいますよねそういう人がちゃんとなってくれへんかなって思いますよねほんまにそういう人はでも社会でだからそれこそそういう人だから重要な他の役割を担ってたりするじゃないですか投げ出せないでしょ結局投げ出せる人がやるからうんうん でもまあ、なんかリターで素晴らしい人であっても、不倫はしてるとかっていう人もいるじゃないそれは、不倫相手という他をしてるから <laughs> い、いやだから、その人は結局、なったら損するわけやん、自分の人生、まあまあね、リターの素晴らしい人でも、うん、だからなかなかね、うん、もうそういうのも一切なくて、リターの素晴らしい人っていうまでいってしまうと、なな、うん、なかなかいないよねクリーンでな、はい、そういう人ね。 いないですよね。曲行きましょうか。はい、どうぞ。はい、えっ、ー、と大黒摩季であなただけ見つめ。てる3期のコーナーで、はい、ね。その、うん、人間的に素晴らしく。ても、その、はい、例えば不倫してる人が、うん、選挙と出ることによって注目を浴びて有名になることによって、うん、ね。あの。 本当は隠したいことまで明らかになってしまうみたいな黒岩知事しかりあると思うんですけどニョロニョロ黒岩知事しかりほんまにもう今のそうですよねこの時代がこの令和6年2024年今の段階で有名性とそのリスクのバランスっていうのが有名ならん方がいいよねってなるよね。 も田代正さんなんかもう、ほんまもう、有名性だけあって、リスクしかないっていう、もう最悪の状態じゃないですか、え今、田代正し、どうなってんのいや有名やけどさ、あうん、あの有名やけど、別にその有名であることに対する仕事って、別にそんなにないわけじゃない。 なのになんかそのね、あの南部さんのお葬式の時も絡まれたとかなんとかって書いてある、ね、あーなんから、そうそうー o u t u b e r 俺もうああいうニュースもよ、もう読むのも嫌で読まへんねん、お前はそういうの読めるやんか、あ<ー>どんどん読むやん,やんか、だからどんどんヤフコメも全部読むやんか、いや全部読まへんだなむしろ書いてるやんか、か俺、絶対発信しないの、<laughs> そこに今、すごい自信を持って、読むけど、ごちゃんも読むけど書かへん。書かない そこはそこもあの止まれんねん。そこはそそんなにすごいあるんやこの線が。いや俺あれカチカチの終わりや。いやそう。いやでもほんまに嘘やな今。この間だからねその相原さんの YouTube 出ててまあまたあの見ていただきたいんですけど。 聞いてもらう方が音だけなんでその中でそういう話になってねほんまに KBS 京都までだと思うんですよ出ていいメディアは2024年2024年 KBS 京都より大きなメディアはリスクしかないね ABC 出てるからだからリスクしかないすごいですね KBS やったら何も問題ないでも KBS だと いろいろお金がねっていうそういう問題はあるけれども KBS はさすがになんもならへんのじゃ KBS を主体に活動してたら書かれることもだからそのねえ純ー曲なるとまた具体例を出て出しておかない書かれはい人がいるから手ごねハンバーグ屋のね おかうんうんとか言ってね<ー>ってなるから本当にだからちゃんとねそういうの必要ですよね今これから大人になっていく人,人,行く人に対してその有名性とそれにより失うリスクっていうような。 まあまたそのねああいうネットで SNS のまあそう使い方でああいうまたなんかあのバイトバイトテロやなんやとか、うん、最近もあったでしょああいうのもあるしありましたねまたま、うん、あ<の>どうしたんですか、まあ、はい、はい、いやまあまああのいろいろね<ー>あのそういうそれでいうとね、うん、だからまあ あのね、この間、サッカー負けちゃったけどうん、うん、サッカーの伊東純也選手が、はい、出れなくなっちゃったわけですけどあれって、でもこれからその不同意性交東西ができてもちろんあの被害者なのかもしれないし両方言うてはるからわからないわけですけどあ後から同意してないって有名人は言われてしまったら、うん、もうかなり危険ですよね。うんうん いやそうよ。だからそこの、はい、これは難しいのが、うん、その不同意成功東西が、うん、まあ構成要件が条文のこうね、はい、カバーしてる範囲が広がって、これってこういうことが起こりますよ、みたいなこと去年僕らこの3人喋るとき言ってたでしょ、はいはい、で、それが、あの、そういう抽象的に喋るときは、そういう、うん、なくても言われるかもしれんみたいなこと言えるけれども、具体的になんか起こったときに、それは、うん そういういそう、ねうん、そう,いう被害を主張してる人が実際にいるわけだから、た、ねね、だ、一般論としては、本当に、その場合をもしだから、伊藤純也選手の言ってる方向が本当だとしたら、うん、後から言われうるっていう場合に、でもアルコールはありました、同意できるかどうか分かりませんでしたって言われてしまったら、うん、これはもう、犯罪の構成要件に該当しちゃってるわけですよね。 どう不同意の意思を表示、形成とかするのが困難,、うん、困難な状態で正行為をしたらもうそうなるわけでしょそこの部分が、まあ、その起訴されるレベルっていうと本当にそ,こそういう状態やったんかっていうのをすごいあのどんだけお酒飲んでたんかとか、まあね、その人がどれだけお酒強いのかとかいうことも含めて精査するだろうけれども、うん、それじゃない、もっと手前の。 レベルでで週刊誌は書くでしょうからだからもう法律の前に社会に裁かれるっていうような状況になるから、うん、だから僕は本当にそのこれからそういうになった時はもう待ってられないからそれこそもう大会の途中でも代表離脱とかなるわけでしょそううっていうことを考えると本当にあの詳細にどこまでがあったことで。 みたいなことは言うた方がきっといいと思うんですよ、うん、今の時代。まあ、だけど、まあ、松本さんもそうだけど、うん、伊藤選手もそうだけど、うんまあ、既婚者であるがために、うん、もうその性行為をしたことを認めてしまうと、結構それなりに被害も大きいわけじゃないですか、うん、それを外側に言わないといけない時点で、も結構終わってますよね、それはその警察で、その受理しても止めておいてくれないと、うん、受理しましたって、まあ、言うてしもたら、うん、もうどうしようもないですやんっていう。うん ふううに思ねねけどねだから、そのねただ、あそれはでも、もう実際にあった事件に関して言うのは難しいよ、それはまあ,、まあまあね、あの、うん、で実際あったのかもしれないし、問題になってることに関してはね、それをだそ、だから、そのなんだそういう問題、分けて一般論とね、うん、一般論で話さんごとには。まあね、うんそうか うん、そうするとやっぱりあれなのかな、裁判待ちみたいな話になるんですかね、そうい,うなんかいやいや、でもね、それは、ね、いやそ、それは裁判待ちとか、やっぱりね、そのどうん、ある程度、ほんまに。あのうん うん、ダメージを負うことを前提に、実際に自分が、うん、あの、認識してる、うん、あったことっていうことは絶対言うた方がいいと思う。失うものの大きさで比べるとね、結局全部守ろうとして全て失ってしまうから、早い段階で、僕、僕だったら言った方がいいと思う。まあ、当事者はね。当事者として、うん、その、うん、あの、それが仮に配偶者がいて不定に当たることだったとしても、うん、それは確かにあったけれども、うん、そこの部分は認めるけれども、合意がありました。うん 何を根拠に言ってるかっていうようなことも、その裁判に不利にならない程度に言った方が、そが、周りのマスコミとかど,どうしたらいいんですかね、結局、なんかさっきのコーナーでその、結局、裁判待ちっていうのどうなんみたいな話があったじゃないですか、うんうん、この例えば、伊東純也選手の話とか、そういった場合って、結局そこはもう触れずにっていう形になるんですかね、うんうん、それ考えると。 うん、だからそのね、僕あの違和感を感じたのは、そのあのあそういう、あの問題に即してこう、こうなったら失うものが大きすぎるみたいなことを誰かがテレビで言うたとか、うんそ、それは言ったらあかんと思うんですよ、まあね、うんうん、それはね,ね、うんうん、一般論としてじゃないと。うん、だから僕は本当にそのの今あの 松本さんのが休んでる事件休んでることでその番組がの放送の中で他の芸人が休んでることをネタにしたみたいなのを僕は見てないけれども、うん、そういう記事になってるのもそういうことするべきじゃないと思うんですよ実際にあったことで何かあったかなかったかわからんけども、うん、あったとされて休んでる人でそのことで笑いを取るっていうのは。うん まあなんかやすあ<の>言った方が休ませたみたいな感じになってるのを揶揄してる状態る、ねうん、だからそ,そ,そこをそのままそっちの部分は放送してるテレビ局って何考えてんのやろうなって思うんですよ。それはえー、えー、ええー、として、うん、その芸人のなんかギャグやというような形で冗談やとしてやってるその感覚は僕は、うん、おかしいなと思うし。 非常に難しいことであると思うんですよも、一般論として言うと、本当に僕はそういう著名人がそういうことに行動がされた場合は、うん、違うんであれば、本当に詳細な。まあでも本当にでも難しいとい、ね、うね、ん、有名性であるがゆえに書かれてしまったら、うん、なぜか意味のわからない不定部分は認めないといけなくなるっていうのは、うんね、まあ確かにな。<laughs> あっといいう間にエンンディグでござます久しぶりのカミソリ負け弁護士軍団会でしたけれどもなんかまたねモヤモヤしたままのそうですね、なかなか難しいですね不透明決着両者リングアウト的なやり取りに終始しましたけれどもそれでいいと思いますそんな白黒なかなかはっきりできないうんねそういう世の中で起こってる出来事はねでは来週もお聞きくださいせーのハマグリハマグリ